ットの上でできる超気持ちいい肩甲骨剥がしを本日はご紹介します。皆さん最初に言わせてください。本日のストレッチめちゃくちゃ気持ちいいんです。ぜひですね、お風呂上がりの寝る前リラックスタイムなんかにぜひお布団の上だったりベッドの上でやってみてください。体もね同時にとっても温まりますので、これからの季節にもおすすめしたいなと思います。それでは早速始めましょう。ではまずは2種類のマッサージをご紹介します。1つ目は鎖骨の周辺をほぐしていきますので、まず右手握り拳もしくはパーにしていただいて、鎖骨の下の部分を中央から外に向かって流すように触っていきます。で、何度か触ったら今度は鎖骨の上の部分を肩先から中央に向かって流すように、ね、ぐるーっと触るようにほぐしてみてください。これ片側30秒間行います。グーでもパーでもどちらでも大丈夫です。下何度か外に向かって流して、今度上を中央に向かってほぐす。グーが痛い方はね、指の腹手のひら全体で温めるように流してみてください。優しくでももちろん大丈夫です。ではそのまま右手の親指を左の脇の下に差し込んでいただいて、背中側の筋肉をほぐしていきましょう。ガシッと掴んだらそのまま揉みほぐします。指の位置を微妙に変えてもらって、この肩甲骨と肋骨の上についている筋肉をねほぐしていきましょう。特にこの根元の部分、背中にくっついている部分、割と凝っている方多いんじゃないかなと思いますので、指でね痛くない程度にもみもみとほぐしてみてください。はい、では反対側も同じく動かしていきましょう。左手握り拳かパーにしていただいて、鎖骨下を中心から外、上は外側から内に流していきます。で、ね、お家でやってくださってる方はボディクリームとかつけるとマッサージはよりね肌の滑りが、肌の摩擦が少なくなりますのでおすすめです。だんだんね寒い季節にもなりますので、体温めるっていう意味でもぜひマッサージしてみてください。何回か繰り返しますね。では今度はそのまま親指を脇の下に差し込んで背中側をほぐしていきます。いろんなところに指を移動させてみてください。ティ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 、この後は今ほぐした部分をさらに深くストレッチしていきます。残り5秒です。はい、では今度座ったまま両手を前に伸ばして手のひら天井向きにします。息を吸いながら両手を後ろに向かって引いて胸を開く。吐きながら手と手クロスして背中を丸める。手と肩甲骨引っ張り合うくらい、これを繰り返します。肩甲骨同士を寄せて吐いて離す、吸って寄せる、吐いて離す。肩がねぐっと力入らないように首は長く両肩をストンと下ろして肩甲骨背中を意識します。はい、OK です。では今度この背中を丸めた状態で右腕胸の前に用意して左手で手前から引っ張りましょう。背中丸いまま体を左側にギュッギュッとねじっていきます。右のね肩甲骨だったり背中のあたりが引っ張られるな、剥がれそうだなっていうのを感じつつ動いてみましょう。背中丸めたまま体をねじります。この胸の前にある右腕をね引っ張ってあげる感じ。すごい、私はね今の動きだけでもすっごい体があったかくなってきました。はい、では反対も同じくです。今度反対の手を胸の前にセットして腰を後ろにも倒しちゃって背中丸い状態、今度は体を
右側にねじっていきましょう。グッグッと右手で左腕を引っ張ってあげる感じ。で気持ちいいですね。はい、では次の2つは寝転がった状態で行いますので、まずは横向きに寝てみてください。両膝を軽く曲げて腕は胸の前にセットします。この状態で上側の腕ゆっくりと頭のてっぺん遠くを通って回し、最後ね肘を曲げてぎゅーっと背中側の肩甲骨を背中中央に寄せるように動かして元に戻していきます。この動きを繰り返します。呼吸はゆったりと繰り返しながら、まず遠くを通って回してから、肘が肩の真横ぐらいに来たら肘曲げて背中の中央にギュッと寄せる。元に戻していく。時間気にせずね、ゆっくり丁寧に動いてみてください。では反対側も同じく行ってみましょう。今度反対向きに寝ていただいて、膝揃ってても揃ってなくてもどちらでもいいです。上側の腕ゆっくり回したら、肘を曲げて背中中央にキュッ、元に戻します。キュッ、できるだけ遠くを通って、最後は背中を小さくするように肘を寄せる。はい、 OK です。ラストはうつ伏せの状態で胸の筋肉をほぐしていきましょう。まずどちらの腕でもいいです。肩の真横に肘をついて、手のひらパーの状態で床に置きます。曲げている腕の方に体を倒していきましょう。足ね、ちょっと上げて反対側に移動させていただくと、曲げている腕の胸の筋肉が伸びていきます。では行きます。反対側の手はね、体支えるように胸の横あたりに添えてあげてください。で、これ曲げている腕側の胸全然伸びてる感じしないよっていう方は、肘がね下に落ちすぎてる可能性があるので、肩の真横にセットをして腕90度に曲がってる状態で行います。はい、ではゆっくりとうつ伏せに戻って反対側も行きましょう。反対の腕90度にしたら、ゆっくりと足を反対側に引いていきます。胸をね、起こすようにしますね。はい、ではゆっくりうつ伏せに戻りましょう。本日は以上です。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？体はポカポカしてとっても気持ちいいんじゃないかなと思います。肩甲骨剥がしという言葉、最近よく聞くんですけれども、私たちの体って一番中心にね、骨があって、その上にまあ筋肉がついているんですよね。で、肩甲骨って一言に言ってもいろんなところにまたがるようにして筋肉がついています。ですので、今日は肩周り、背中のあたりだけでなく、胸元もしっかりとほぐすことによって、肩全体がね、ほぐれる、温まるようにストレッチを組んでみました。なので、普段
パソコンだったりデスクワークでね、なかなか動かないよっていう方、あとは家事だったり子育てでお子さん抱っこしてて肩凝ってるよっていう方なんかにもとってもおすすめしたいので、冷え性だったりね、体温めたいよっていう方もぜひ続けてやってみてください。このくらいだったらね、寝る前に習慣としてできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ目標としては毎晩のように動画を再生していただいて、ゆくゆくは動画がなくても自分で覚えてできるくらいになっていただけると私はとっても嬉しいです。今日の動画参考になったよ、続けてみますと言ってくださる方は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そしてぜひ通知もオンにしていただいて、動画が投稿されたらその時に見ていただけるともっと嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。